はい、福岡市の慢性腰痛専門生態院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントや腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、昨日はですね、天の川を見るぞって意気込んで、見てみたんですけども、全然見えないですね。はい、まあ、曇ってたっていうのもありますし、あと福岡に関してはどうしても、まあ、明かりがたくさんあるのでちょっとね、見にくいなっていうのがありました。もし福岡でここやったら見えますよっていうところがあったら誰か教えていただければと思います。はい、まあ、来年に生かしたいと思いますので。はい、そしたら本題に入っていこうと思うんですけども、この間はですね、お辞儀の腰痛についてお話をしてます。もしあなたが例えば朝から中腰姿勢ですね、顔を洗う時に腰が痛いとか、靴下履く時に腰が痛いっていうのであれば、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、なぜですねこの話をしていくのかっていうと、まあ、腰が痛いですね、中腰だったりとかで腰が痛いからといって、じゃあ腰を温めたりとかマッサージしても症状っていうのはその場では緩和されても根本的な改善には至らないんですよね。でそれなぜなのかっていうと、ここが痛くなったのは結果論であって、原因っていうのは違うところにあることの方が多いです。じゃあその原因がどこにあるのかっていうと、それは人それぞれ違うんですが、まあ、この間お話ししているのは足首の場合と、ハムストリングスっていう太ももの裏の場合、そしてお尻の筋肉が硬くなった場合、この3つについてお話をしてきました。じゃあ今日はですね、どこの筋肉が原因でそういった症状が起きるのかっていうと、広背筋ですね、広背筋、ごめんなさい、これ消してなかった。はい、広背筋って言われる筋肉があります。じゃあこれはどこにあるのかっていうとですね、はい、こちら青く光ってる筋肉あると思うんですけど、これ広背筋と言われるですね、腰の筋肉でもありますし、あとちょっとねこれ見てほしいんですけど、わかるかな、これですね、腕の内側まで入っていくんですよ。上腕骨って言われるこの骨ですね、の内側まで入ってきてる筋肉なので、肩の筋肉でもあります。はい、でこの筋肉がじゃあ硬くなってきてしまうとですね、どうして腰痛になってきてしまうのかっていうと、この筋肉っていうのは基本的に腰をですね、後ろに反らす筋肉なんですよね。つまり硬くなってきてしまうと、ギュッと反る方向ですね、反る方向に姿勢を保ってきてしまいます。その状態でお辞儀をしてしまうとどうなるかっていうと、縮こまっているものが一気に伸ばされるわけなんですね。縮こまっている筋肉がお辞儀をすることで伸びてきてしまいます。そうすることによって伸ばされた痛みですね、縮こまっているのがいきなり伸ばされたことによって痛みが出るっていう方が多いですので、そういった場合はですね、この広背筋って言われるところを、緩めていくことによって、この症状っていうのが緩和してきます。じゃあどんな人がこの広背筋っていうのは硬くなってくるのかっていうと、おばあちゃんおじいちゃんで言えば、圧迫骨折をしたことありますよっていう方ですね。結構首が前に出て、この胸の後ろ、背骨ですね、胸の後ろ側がこう円背って言って出てる状態で、骨盤がこう膝が曲がっててみたいな、まあ、いわゆるこうおばあちゃんみたいな方がいらっしゃると思うんですけど、そういう方の腰痛もここが原因で起きてる場合っていうのが一つありますし、あとはデスクワークだったりとか、重たいものをたくさん持つ方ですね、はい、とかはこの広背筋が原因でそういった症状が出てる方がいますので、ぜひ該当する方はここのストレッチっていうのを一緒にやっていただければと思います。はい、そしたらですね、やっていくんですけど、これ2つやっていきます。はい、でまずやってほしいのがですね、広背筋っていうのはここにあります。はい、腰からですね、腰からバーッときて、この脇ですね、脇のこの辺りにあります。でまずやってほしいのはですね、右側、もしあなたがやりたいのであれば、まあ、右腰痛い場合ですね、右腰が痛い場合は右側を、左が痛ければ左側を、真ん中が痛ければどっちもやってください。でまず右をやっていきますけど、左手で脇のですね、見えるかな、はい、この辺りですね、をこういう感じで、後ろから見るとこんな感じですね、まあ、サンドしていただくような感じ、ギュッと潰すような感じですね。はい、でここには神経とかあるので、ちょっと手がしびれてしまうとか、痛すぎるとちょっと気をつけてください。はい、でここをまずギューッと潰します。サンドしますね。はい、潰していただいたら、この状態で
大きく回していきます。後ろ回しですね、後ろ回し、大きく回していきます。20回ほどで、20回回したら次反対回しで回していくんですけど、この時注意点が一つありまして、この挟んでる手ありますよね、これがですね、回していくことによってこの潰しているのが弱くなっていく、徐々にこう掴んでいる手が弱くなっていってしまうと、ただ肩を回しているだけになってきてしまいますので、しっかりとここがずれないようにしっかり持ちながら回してください。もしどうしても回してるとだん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 離れていくのであれば、一回掴み直してまた再開するっていうやり方でもいいですので、必ずこうしっかり掴んだまま後ろにこういうふうに回したりとか、前にこうやって回すっていうのを20回ずつやってあげてください。で、逆、こっちが終わったら次反対ですね、反対も同じようにやっていきます。はい、まあ、これをやったと仮定して、次ストレッチをかけていきますね。はい、このままですね、ベッドに行っていってほしいんですけど、はい、まあ、右側をですね、伸ばしたいっていう際は、あ、左が見やすいと思うので、まあ、左でやりますけど、まあ、やりたい方を伸ばしたいっていう時は、まずやりたい方をですね、手のひらを上にします。手のひらを上にして、こっからですね、こういうふうに体を倒してください。もう一回やりますよ。四つ這いになって、やりたい方の手を上にこうやって向けながら、このポジションを取ります。こっからですね、体をこういう風に倒していきます。はい、で、この時にね、ちょっと気をつけてほしいというか、やってほしいのが、左手の場合はですね、右の方向にちょっとこう、右の方にお尻をこう倒すイメージですね。で、逆にこっちの右をやりたいのであれば、左側の方に向かってこう下ろしていく感じですね。はい、もう一回いきますけど、左をやりたいのであれば、右の方にぐっとこう倒していく感じです。はい、この状態で同じように30秒深呼吸をしてあげてください。そうすることによって、ここの筋肉っていうのが伸びてくるっていうのがありますので、その状態でストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5っていう感じですね。で、ちょっと気をつけてほしいのが、この正座をしてからですね、こう伸ばそうと思ってもあんまり伸びないので、必ず四つ這いにした後、手を前に出した後にこういう風に倒すようにやっていただければと思います。はい、なので今日お伝えしたこの脇の筋肉をストレッチ、こう回すこととストレッチをやってみて、お辞儀が楽になるのであれば、あなたの腰痛っていうのはこの筋肉が原因で出てますので、ぜひですね、1日、10回っていうのを目安に頑張ってやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。